皆さんおはこんばんにちは。ニコライ・ボルコフです。今回は再びナノソンにお呼ばれした11月11日の回のリプレイをお届けします。ちなみに今回は近くの人の声が聞こえるベタークルーリンクを使用してのプレイになります。今回も頑張るぞ、おう。普通のクルーですね。無職恋人なし。玉ねぎでレタスを挟んでる。美味しくなさそう。というかキッチンでみんな固まってますね。お腹すいたのか。きゃあ、自分殺し、私が私に殺された。しかしその後優秀なクルーたちによって、ニコライを殺したのは、ジョカ・アキさんがモーフィングして殺したことが暴かれました。あの時モーフィングしてたのはジョカ・アキさんしかありえないんですよ。でしょうね。認めちゃったよ。あの時キッチンにたくさん人がいたので、せっかくなら本人のままで本人殺そうかなって。ニコライさんに憧れててなりたかったとかではなくて、そう、僕も隊長みたいな素晴らしい人間になりたいなって。ただニコライが2人いたらダメだから本物は消しとかないとなって。だからその気持ちを汲んで2代目ニコライとして僕を生かしてくれないかな。命乞いはラップでしてくれないと。パワーポイント、パワーポイント。というわけでラップしてもらってよろしいでしょうか。よ、よ、ジョカよ、ニコライ革命するぜ。俺は行きたい。許してくれよ。死にな。ほう、ジョカーキさん、ニコライ2世を名乗るかであるならば、私の後継者としてふさわしいか試さねばならぬな。それで彼の方がニコライにふさわしいのであるなら、私は死を選ぼうではないか。さっき僕の2世を名乗る人が出ましたね。なのでどっちが本物か決めようじゃないですか。今から2人でラップバトルして、負けた方を釣りましょう。なるほど、これは決戦投票ですね。よう、よう、ジョカーキよう、お前は所詮まがいもの。俺を殺した犯罪小僧、教えたろか習い事。でもそれはキャラじゃない悩み事。勝ったらいけるぜハワイ旅行。イェー、ヘイカモン。よ、よ、ニコライ、よ、俺はジャッカルジョッカル。本当は、本当は、お前は、俺は、お前は俺のサイドキック。一緒にやろうぜ革命を。俺が、俺たちが、釣ってくれ。もう釣ってやってくれ。よ、よ、俺が本当の革命か。所詮お前は学生さん。閉じてやろうか学級閉鎖。俺はこの船のダースベイダー。イェー、ヘイカモン。許してあげて、もう許してあげてよ。喧嘩を売る相手を間違えたな。僕が悪。お前本当にジャッカル。すれ違うサマーアンジャッシュ。俺の好物ハンバーグ。お前に投票過半数。イェイ。俺の勝ちだ。グッバイ。その後なんやかんやあって、クルーが勝ちました。